さてさて。さてさてさてて。まだあるな。あのカゴの中のどうやって取ればいいんだろう。まあとりあえずカカシ君やろうか。なにそれ。よし。1って出てないっていうことは、多分1個しかないんだろうな、チクタクは今回。これどうやって取るんだろう。上からヒップドロップとかで取れるんだろうか。あ、こいつ？こいつ使うの？もしかして。あ、痛い！タイミングが難しい。あー、ダメだ。これタイミング難しいな。あ、当たったわ。すげー飛ぶな。すげー飛ぶんだな。割りかし死にそうだな。確実に一人行こう。そうか、音符みたいのがあったな。音符ちゃん、音符ちゃん、音符ちゃんどうやって取ればいいんだろう。音符ちゃんの方向があった。ここ、え、これ、よしよし。ちょっと待って、これ虫さんになっとかないとダメなんじゃねえの。ダメだね、これになっとかないとダメだ。これお、間に合った？おお。よし。で、方向的に。何今の。あ、さっきからあれだな、ボンミスが多いな俺。ダイン、これか。これどうすんの。あいつか、またそういうことさせる。あ、ちょっとちょっと、あ、びっくりした、危ねえ。だからこれ一回こうしといて、邪魔だ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 、その辺にいろ。で、ここからあ、いって違う。あ、でもここ簡単だろうから、ここいけ。
よし、当たった。そういうことだね。ちょっと一手間必要だったね、今回は。よいしょ。オッケー。誘導して狙い撃ち。狙い撃つぜ。違う違う違う、間違えた。それで、あっちの方だな。あぶねえな。あの帽子くんかな、なんかの格好してこいってやつじゃねえの、もしかして。ああ、そうか、それか。オッケーオッケー、任せとけ。あ、でもその場合これはこうしといた方がいいのか。よいしょ、オッケー。多分これで飛べないかな。あっ、あ、ダメか。その場合どうするの。あ、こんなとこにあるやん。びっくりした。届かねえ。どうしようこれ。あ、そういうことか。一旦こいつをここに置いといて、消える前にこうしてこうだ。これでいい。オッケー。よし、こういうことだね。シマハナちゃんに出会った。帽子くんたちかわいいな。うん、なんかいいね。よし、ってことで、ここなんかあるんちゃうの。上に乗りにくいな、これ。こんなもんないのかな。まあ、震えたような気がしたけど。それで、ここにあったね、さっき。これはなかなか近くだったな。OK。飛んで、あ、まだあるな。これなんだろう。とっとことっとことっとこと。あ、雑。あ、バナナに見立てたのね。わりかし気づかないもんだな、でも。とりあえずこれで月の石から出てきたのは全部かな。これで1、2、3、あと3つか。あと3つか。なんかここまで来たらコンプリートしたいのはあるけど、難しいな。高さもなんか表示してほしいな。そんなに都合のいい話じゃないか。ええ、おい、なんか、うっそだろ。なんでこれ取ってねえの。うっそだ、今の取ってないのねえわ、俺。何と言われてんだ。あれ見逃すってねえぞ、マジで。どこだろう。ちょっともう一回も登ってみよう。でも中に入れそうな場所ないけどな。ピーチさん何か知らないですか。知らないね。
おっと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 。あ、おおおおお。お、何？あ、やった、見つけた。いやー、知らなかったこれ。これ全然気づかなかったなこれ。おお、これ割と気づかねえもんだな。あ、じゃあちょっと待って。ってことは、これあと1個じゃないの？あ、あと1個だ。やった。ちょっとここまで来たらちょっと全部コンプリートしたいでよ。ていうか、ローカルコインがあと3枚どっかにあるはずなんだけど。空飛ぶタクシーロストーツ。あ、猫ビーチ。空飛ぶタクシー、あ、空飛ぶタクシーいんの？空飛ぶタクシーロストーツか。いや、なんかもう今までも空飛ぶタクシーはちょこちょこ他の国でも出てきてたけど、ムーンに直接関わってなかったから。関わってなかったからな。もううるさいな、もう震える、すげえ震える。ムーンに直接関わってなかったからずっとスルーしてたんだけど。空飛ぶタクシーロストを通過。え、本当に通過すんの？どうか飛んでるってこと？え、あ、もしかして、あ、どこだっけ、双眼鏡だ。双眼鏡で見たらワンチャン。あ、双眼鏡どこあったっけ。なんかどっかにあったよな。双眼鏡どこだっけ。一回とりあえずアミーボーイのこれ聞いてみようか。一応端っこだな。あったこれだ。これだ。あ、飛んできてる。飛んできた。マジか。うわー、え、じゃあ今までのところももしかして双眼鏡で見たら手に入ったってことかな。見てなかった、肉眼でしか確かに見てなかったな今まで。マジか。ちょっと今までのところもちょっと見に行かないといけないな。滝の国とかでも普通に、滝の国ではスフィンクスも飛んでんだよね普通に。うわあ、肉眼でも見えるわ。まあいいや、とりあえずこれで、ああ、いいね。失われた国ロストのパワームーンコンプリート、イエーイ。まあローカルコインが3枚見つかんないんだよな。でもあと逆にそれだけなんだけど、まあそれはまた別かな、別の機会にやるとしましょうか。あ、あった、やったー。
やったいやーちょっとね諦めきれなくてずっと探してたんですよ。あった、こんなところにあった、あれ気づかねえよあんなの、マジか。あーよかった、これでスッキリしたやったぜ。これでここは、ローカルコインも、パワームーンも完全コンプリートですね。やったぜ。じゃあちょっとローカルコイン使ってちょっとお土産だけ買って終わりましょうかね。送れ蝶のモビール、うん、よしコンプリート、やったぜ、イエーイ。おーこれか、いいね、よし。あー疲れた、すーげーさまよってたあの多分すげーカットしてると思うんですけど30分ぐらいずっと探してたっすからね、ローカルコインあーよかったこれですっきりした。というわけで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました、ついに、次回は、年の国、なんだっけ、あそうだ、ニュードンクシティのパワームーンを探しに行きたいと思います。ドングシティはね、自分もちょっと早くパワームーン探したかったんで楽しみですね。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね。